エレウシスの遺跡。背後に見えるのはサロニコスワン。エレウシスの秘儀は古代ギリシアのエレウシスにおいて女神デーメーテールとペルセポネー崇拝のために伝承されていた祭儀。エレウシスの密儀、エレウシスの秘境とも。この密儀は農業崇拝を基盤とした宗教的実践から成立したと考えられている。 紀元前15世紀の見受けない期から古代、ローマまで約2000年間にわたって伝わり、古代ギリシアの三木宗教としては最大の尊数を集めた。主要な祭儀は毎年秋に催され、アテナイの祝祭として取り込まれた後は、春のディオニューシア祭り、夏のパンアテナイア祭りと並んで、アテナイの三大祭と言われた。蜜月の主題は、 ギリシア神話において、穀物と豊穣の女神、デーメーテールの娘コレイが、冥府の神、ハーデンスによって誘拐される物語に基づいている。冥府から地上に帰還するペルセポネーは、死と再生の神として、世代から世代へと受け継がれる永遠の生命を、象徴している。入信者たちはこの蜜ぎによって、死後に幸福を得られると信じていた。 儀式の中核部分は公開されず、秘密が厳格に守られたために現代に伝わっていない。しかし、ホメーロス風参加をはじめとする文献資料のほかエレウシスの遺跡から出土した絵画や陶器の断片から、その内容について様々な推測や議論がなされている。エレウシスの遺跡平面図、エレウシス考古学博物館、エレウシスに最初に住んだのは、 トラキア人だった。地名のエレウシスは、ギリシア神話において、死後の楽園を意味するエイリュシオンと関連がある。また、ヒギ、密ギの語形は、おそらくは、インドヨーロッパ語根で口を閉じる、ミューマイナスに由来するもので、儀礼的沈黙を表している。エレウシスで、デーメーテールの名で捧げられた現存する最古の、奉納品は、紀元前8世紀のものである。 ただし、千文字 B 文書には、ダマテという記載があり、これがデーメーテールを意味するとすれば、ムケナイいからこの名で礼拝された可能性がある。また、アッティカで発見されたエレウシニオン神殿跡は、それらが古い農耕信仰に基づいていることを示唆している。デーメーテールはもともとギリシアのすべての地方とギリシア植民地で崇拝された女神であり、 新石器時代の第一母神の後継者だった。このような濃厚信仰に基づいた彩色は、クレタ島のアリアドネー信仰のほか、近東、古代オリエントの宗教社会にも見られることが、比較研究によって判明している。そうした例として、古代エジプトのイシスとオーシリスの密儀、フェニキアのアドーニス信仰、ペルシアの密儀、フリギアのカベーロスの密儀が挙げられる。 エレウシス遺跡の中心部、テレステリオン跡。エレウシスの再起動をテレステリオンの発掘調査により、当てない時代の神殿遺構の下から見けない木のメガロンの遺構が出土している。メガロンの長さは9.5メートル、幅5.7メートルで、紀元前1450年から1100年頃まで使用されたと考えられている。このメガロンが、 王の住居であったのか神殿であったのかについては、議論があるが、この遺構に獣を犠牲として焼いた痕跡があることから、最近の研究では、ミュケナイキから聖書としての役割があった可能性が、指摘されている。これらにより、密議が始められたのは、紀元前15世紀とみられる。また、初期ミュケナイキ以前のギリシア本土では、 宗教実践を示す証拠がほとんど見られないことから、おそらく、ミュケナイ人は、ミノア文明の信仰を受け入れることで、その空白を埋めていたとも推測されている。クレタ島を起源とする出産と助産を司る女神、エーレーテューヤは、ラコニアとメッセニアでは、エリュシアと呼ばれており、エレウシニオスの月やエレウシスとの関係が考えられる。さらに、ホメーロス風参加の、 デーメーテール参加123行目には、デーメーテール自身が、クレタ島から海を渡ってやってきたという身の上話を、する場面がある。ハンガリーの神話学者、カール・ケレーニーによれば、デーメーテールは、消しの神であり、クレタ島からエレウシスに消しが持ち込まれたという。一方、ルーマニアの宗教学者で、世界宗教史の著者ミルチャイリアーでは、最近の発掘は、 エレウシスの建造物に、クレタからの影響があったという仮説の誤りを示しているとする。古典期のエレウシスの復元模型。中央がテレステリオン。右側の小さなホコラは、プルート神殿。エレウシス考古学博物館。古代ローマ時代のエレウシスの復元模型。テレステリオンは拡大され、プロピュライや中老などが増設されている。 エレウシス考古学博物館。エレウシスの隣国にはアテナイがあり、エレウシスは早い段階でアテナイの支配下に入ったらしい。その時期ははっきりしないが、遅くとも紀元前6世紀半ばにはエレウシスはアテナイに併合されていたと考えられている。考古学的研究からは紀元前8世紀からアテティカで生産されるようになった土器群がエレウシスで、 集中的に出土しており、この時期にエレウシスがアッティカに帰属し、政治的にもアテナイに併合されたことを示唆するという指摘もある。ギリシア神話にはエレウシスとアテナイの対立を物語るエピソードが見出せる。例えば、アテナイの神話的な王エレクテウスの時代、両国の間に戦争が起きたとされる。この時、ポセイドオンと キオネの子で三次の創設者と言われるエウモルポスはトラキアの兵を率いてアテナイ軍と戦い打ち死にした。また、アテナイの英雄テイセウスにレスリングを挑んで殺されたケルキョーンはエレウシスの英雄だった。このエレクテウス王時代の戦争について2世紀、ギリシアの旅行家パウサニアスはエレウシスは三月を独自に執行する代わりに アテナイに服属することで戦争を終結させたと記している。以降、エレウシスの悲劇は、アテナイの祝祭に組み込まれ、アテナイの発展と共に普及していった。選手、ペーシストラトスの時代以降に見られる、新たな建築物や建物の再建は、祭儀の飛躍的発展を物語っている。エレウシスの悲劇は全ギリシア的規模となり、ギリシア周辺からも、 入信のための参加者が集まった。紀元前300年頃には、アテナイが国家として、悲儀の主催を引き継いだ。祭儀は、エウモルポスとその息子、ケイリュクスから起こったとされる二つの家系によって、取り仕切られ、入信者の数は大幅に増加した。男女を問わず、奴隷も入信が許された。アテナイでは、年間を通じて、公的行事として祝祭が執行されたが、 数多い祝祭の中でも春のディオニューシア祭り、夏のパンアテナイア祭りと並んで、秋のエレウシスの秘技祭は、最も盛大であり、しばしば、アテナイの三大祭と言われる。エレウシスの碑文には、デーメーテールに命じられ、竜の戦車に乗って、世界中に濃厚を伝えたとされる神話的英雄、トリプトレモスのほか、ペルセポネーが、 冥界から戻る道を導くウェブレウスについて言及がある。紀元前500年頃の壺絵には有力の戦車に乗るトリプトレモスが盛んに描かれており、トリプトレモスが濃厚を伝播する死者の役割を担うことになったのはこの頃からとみられる。エレウシスのプロピュライアートに残るローマ皇帝、マルクス・アウレリウスの胸像。大規模なプロピュライアを建設した。 古代ローマの初代皇帝アウグストゥスは、紀元前20年、ギリシアを支配下に置いた。アウグストゥスは、インドの王、ポロスからの親善施設が、エレウシスの悲儀を見たいと熱望したのに応えて、季節外れだったにもかかわらず、臨時に悲儀を模様させ、自身もこれに参加したという。また、2世紀前半の皇帝ハドリアヌスは、ギリシア文化への系統から、 エレウシスの秘儀に入信している。170年にエレウシスはサルマタイによって略奪を受けたが皇帝マルクス・アウレリウスがこれを修復した。アウレリウスはテレステリオン内で聖職者しか入れないアナクトロンへの常時入場を認められた唯一の皇帝となった。しかし4世紀から5世紀にかけてローマ帝国でキリスト教の支持が高まると エレウシスの権威は薄れた。異教徒皇帝と呼ばれるユリアヌスが、エレウシスの秘疑を復興させるが、彼は、ローマ皇帝として、最後の入信者となった。約30年後の392年、皇帝テオドシウス一世は法令を発して、エレウシスの聖域を閉鎖した。396年には、 西郷土族の王アラリック一世の襲撃によって、三次の最後の残死も一掃され、古代の聖域は荒廃した。デーメーテールと古れ紀元前500から475年、大理石のレリーフ。エレウシス考古学博物館。デーメーテールの神話で最も有名なエピソードは、冥府の王、ハーデンスによって略奪された娘、ペルセポネを探して、諸国を放浪するというものである。 このエピソードは、エレウシスの密着や、農業の起源端、あるいは、デーメーテールの娘で、アルカディア地方の密着の出身であった、デスポイナ女神の誕生端となっている。紀元前4世紀から前5世紀にかけてのアテナイの、修辞学者、弁論会ソクラテスは演説、パネギュリコスの中で、密着の由来と広がりについて、デーメーテールが放浪中に、エレウシスに立ち寄り、 穀物の栽培を教えたと語っている。農耕発祥の由来において、二柱の女神に次いで、重要な位置を占めているのはトリプトレモスである。彼は、エレウシス王、ケレオスとその日メタネーラの子で、デーメーテールは、彼の両親から受けた行為に報いて、トリプトレモスに翼ある竜の戦車を与え、麦の栽培を、世界の人々に教えるべく、旅立たせた。 トリプトレモスはまた、アッティカのデーメーテールの祭りである、テスモポリア祭りの創始者とされる。ところが、トリプトレモスは、エレウシスの伝承において必ずしも重視されている、わけではない。エレウシスの密儀に関する、最も重要な文献は、ホメーロス風三歌の第二歌デーメーテール三歌である。これは、ペルセポネ略奪の物語を伝える最古の詩である。 この参加において、デーメーテール自身による三次の伝授と創始が語られていることから、神話と三月は互いに説明し合う、表裏一体の関係にあると考えられている。以下に、デーメーテール参加の要約を述べる、アプリアの赤い式ヒュトリア。紀元前340年頃、上段に神々の集い、中段にエレウシスの三月が描かれている。 アプリアの赤い式ヒュドリア拡大画像。ケレオス王の日、メタネーラがひざまずき、三次の象徴であるサンタバの小麦を捧げ、デーメーテールは祝福の手を伸ばしている。アテネ国立考古学博物館草原で花を摘んでいたペルセポネーは、ゼウスの企みに従ったハーデースによって連れ去られる。娘の叫び声がデーメーテールに届き、母親は松明を掲げて、 大地をさまよい歩いた。10日目に、ヘカテイが、デーメーテールの前に現れ、何者かがペルセポネを奪い去ったと告げた。デーメーテールはヘカテイを伴って、ヘイリオスの元を訪れ、ペルセポネをさらったのは、ゼウスの許しを得たハーデスだということを知る。怒ったデーメーテールは、オリュンポスから離れ、ロ婆バに身をやつして、地上の町や畑を巡り歩いた。 女神は放浪の末に、エレウシスにたどり着き、ケレオスの館に迎えられる。館では、ケレオスとその日メタメーラの子供、デーモポーンが誕生しており、デーメーテールは、デーモポーンの養育を引き受ける。女神は子供を不老不死にしようとして、昼にはアンブロシアを肌にすり込んで、甘い息を吹きかけ、夜には両親に気づかれないように火の中に埋めて育てた。ところが、 子供の神にも似た成長ぶりを不審に思ったメタネーラがこれを覗き見して叫び声を上げたためデーメーテールは腹を立てて女神の姿を現しアクロポリスのふもとに神殿と祭壇を作るように命じたケレオスが言われた通りにするとデーメーテールは神殿にこもった穀物の女神が姿を隠したために大地は実りを失ったゼウスは 女神の怒りをなだめようと、イーリスをはじめとして、神々を使わしたが、ーメーテールは、一切聞き入れなかった。やむなく、ゼウスは、ヘルメースを冥府に使わし、ハーデースを説得して、ペルセポネーを地上に連れ戻すように命じた。こうして、ついに母子は、再会を果たした。しかし、ハーデースは、ペルセポネーを返す前に、ザクロの種を食べさせていたため、 冥府の食べ物を口にしたことにより、ペルセポネーは一年のうち三分の一は、冥界で過ごし、残りの三分の二は、地上で暮らすこととなった。大地は実りを取り戻した。デーメーテールは、トリプトレモス、ディオクレース、エウモルポス、ケレオスに、祭儀の執行を教え、またトリプトレモス、ポリュクセーノス、ディオクレースには悲儀を明かすと、ペルセポネーと共に、 オリュンポスに赴き、再び神々の列に加わった。トリプトレモスに、小麦の束を送るデーメーテールと祝福するペルセポネー。紀元前5世紀のレリーフ、アテネ国立考古学博物館。この物語が示す深い人間的な感情は、文学や宗教の歴史においても巨大な影を投げており、原体験あるいは、原型とも呼ばれる。イギリスの社会人類学者。 ジェームズ・フレーザーは、著書、禁止編において、ペルセポネーの神話が冬を地中で越す、麦の神話であることを論証している。古れの運命は、穀物のサイクルを体現している。古れが、冥界に留まる一季は、穀物の種がまかれて、芽を出すまで、残りの二季は地上に芽を出して成長する。すなわち、ペルセポネーは、冬の四ヶ月を地中で過ごし、 春の芽吹きとともに地上に戻ってくることになる。参加でも、ペルセポネーの期間は春だと明言されており、古代以来、これが通説とされてきた。ところが、ギリシャの取り分け、アッティカ地方では、濃厚事情が異なっており、10月に発種すると、数週間後に発芽し、3月に結実するため陶器の畑は成長期となる。したがって、ペルセポネが、 明海にいるのは、穀物が、地下の貯蔵庫に蓄えられている6月から9月だと、する解釈が近年唱えられている。ケレーニーは、デーメーテール酸化の穀物は消滅と復活を思わせる回帰を象徴すると解釈している。また、酸化の中で子供を不老不死とするために、火の中に埋めるという奇妙な行為も、穀物の運命を暗示している。穀物は、 パンとなるために一旦火によって死ぬが死を克服して生命の糧となるというものである。ドイツの神話学者バルター・ブルケルトはデーメーテールがオリュンポスから退去し再び戻るという点においてデーメーテールもペルセポネーもどちらも知りきまた戻ってくる女神だとして役割の二重性を指摘している。また三加の中間部では例えば 羊の皮をかけた椅子に座り、飲食をせず、イアムベイの冗談に笑い、大麦粉と水とミントを混ぜた飲み物を飲む、など、儀式の所作が集中的に説明されている。このように、デーメーテール参加には儀式にかかる演技が具体的に織り混ぜられているが、トリプトレモスへの言及はわずかであり、濃厚発症のエピソードやアテナイからエレウシスまで制御を捧げ持って更新する。 聖なる道など、アテナイに関する事柄には触れていない。これらの事柄はおそらく、エレウシスがアテナイに併合された後、国家の流星に伴って、自国の偉大さを強調するために生み出されたものだと考えられる。こうしたアテナイローの欠如は、この参加がエレウシス併合よりも早期に成立したという推定を裏付けるものとなっている。 あまたの崇高で全能の神々や君の宛てないが、生み出し、人間の生活に寄与してきたことも、このつぎより優れたものではない。これによって、我らは野蛮で粘毛な生活様式から抜け出し、教育を受け、文明の状態にまで洗練されることができた。その儀式は、伝授と呼ばれ、究極の真理であり、我らはそこから、人生の始まりを学び、幸福に生きるのみでなく、 望みある死を迎える力を得る。キケロ、法律2、14、36エレウシスの聖域で発見された、ニンニオンのタブレット。紀元前4世紀に奉納された、年度版で、エレウシスの三木の様子が描かれている。アテネ国立考古学博物館修士学者、イソクラテスは、三木に預かる人々は、生命の終わりと永遠について喜ばしい希望。 持つようになると述べている。古代詩人ピンダロスは、生命の終わりを知り、またその始まりを知ると歌い、悲劇詩人ソポクレスも、また、これらの密儀を見た者だけが冥府で真の生命を得ると、記している。エレウシスの悲儀の骨子は、穀物神の復活、蘇生の若々しい生命力を、人間の身につけ、循環する生命の永遠性に参与し、 死後の魂の幸福を享受しようとする宗教的儀礼だった。大地の法上と生命の誕生と再生という神秘的領域との交換をもたらしてくれる象徴性によってエレウシスの秘儀は全ギリシアの人々を誘ったと考えられている。入信者は密儀の内容を公開しないよう守秘義務が課され厳格に守られた。デーメーテール参加に次の宿がある。 これは、聞くことも語ることも許されぬ、おかすべからざる神聖な秘技であり、神々に対する、大いなる恐れが声を閉じ込めてしまう。デーメーテール参加第487から488行、アテナゴラスやキケロなど、古代の著述家は、密議の内容を漏洩した罪によりメロスのディアゴラスが、アテナイで死刑を宣告されたと述べている。 エレウシス出身の悲劇詩人アイスキュロスは、劇場で蜜月の秘密を明かしたとして、審問を受けたが、彼自身が入信者ではないことを示して許されたと伝えられる。エレウシスの遺跡からは、蜜月の様々な局面を描いた絵画や、陶器の破片が多く出土しているが、これらは主に儀式の最初の段階についてのものであり、秘密ではなかったと推測されている。 2世紀のギリシア恐怖アレクサンドリアのクレメンスは、大密議について、私は断食し、休憩を飲んだ。私は、箱から取った。この技を終えて再びそれを、籠の中に置き、そして、籠から箱へと入れると記している。また、3世紀初頭、ローマの対立教皇ヒッポリュトスはその著書、全異端反駁論において、次のように暴露している。アテナイ人 エレウシスの秘儀入信者たちは、この秘儀が彼らを、思考の段階にたらしめていると逆しらに固辞している。兄弟で崇高、最も完璧で好ましい秘密、究極の神秘的真理とは、すなわち、穀物の穂は静かに駆られたである。ヒッポリウトス、全異端反爆論ただし、これらの証言についてエリアーでは、当時の、御教家たちが異教を排撃する目的を持っていただけで、なく、 シンクレティズムの最盛期に書かれたものであり、より新しいヘレニズム的密月をエレウシスの儀礼と混同していた可能性があり、注意が必要としている。エレウシスで発見されたエウブーレウスの胸像。紀元前330から320年。エウブーレウスはハーデースの異名でもある。伝承では彼はトリプトレモスの弟で、豚飼いだった。 ハーデースがペルセポネを誘拐した時、ハーデースの乗る馬車を迎えるためにできた大地の裂け目に、放牧していた豚が落ちたという。このエピソードは、テスモポリア祭りにおいて、豚を地下の溝に投げ込む行為に昇王している。上記アレクサンドリアのクレメンスは、まず清めの儀式があり、教えの基礎とそれ以降の準備のための事項を含んだ、小蜜儀が続く。大蜜月では、 およそすべてのことどもに関することであり、もはや学ぶものではなく、自然と事物に関して、漢字指を行うのみとも記している。これについて、ブルケルトは、清め、教え、神々の三段階を設定していると解している。エリアーでは、小密木、大密木、最終的な体験として、エポプテイアを挙げている。このうち、テレタイトエポプテイアについては、 決して明らかにされなかった。ドイツの神学者オード・カーゼルは、エレウシスの悲儀が、デーメーテール・ペルセポネーの死と再生に預かる、ことによって、死と再生を繰り返す、自然界のサイクルに順応するための記念の儀礼である、ことを考えれば、エポプテイアの次元とは、そういった自然の悲儀を、見ることにおいて成立すると述べる。は、毎年2月、 アッティカレキのアンテステイリオーンに取り行われた。ケレーニーによると、小密儀は参加者が入信の資格を得るためのもので、デーメーテールとペルセポネーに小豚を犠牲として捧げ、イリソス川で清めの儀式を行った。小密儀を終えると参加者たちは大密儀に立ち会うに、ふさわしい密儀者たちとみなされた。小密儀に参加した入信者たちは、同じ年の大密儀には参加できず、 翌年の大密儀に参加するしきたりとなっていた。伝説によれば、小密儀はヘイラクレースに課された十二の難行の最後の冒険と関わっている。ヘイラクレースは、冥府の番犬ケルベロスを生け取ってくることを命じられたが、人間が生きたまま冥府に下るには、エレウシスの秘儀に入信することが必要だった。当時の蜜儀は、他国人にはまだ開かれておらず、 エイラクレースは最高祭祀のエウモルポスを訪ねて、ピュリオスの養子となり、イリソス川で沐浴して、ケンタウロス殺戮による、地の汚れを清められた後、入信を許されたという。エリダノス川の底から発見されたエレウシスへの同票。大密議は、毎年9月のボエードロミオンに行われた。4年ごとの大密議は、ペンテ,テテリスとして、特に盛大に祝われた。 入信の資格は、年齢、性別、自由人か奴隷かに関係なく、認められた。ただし、流血の罪を犯していないことが条件だった。儀式加入のための費用は、紀元前4世紀後半には一人当たり15ドラクマが必要だった。これは、当時のおよそ10日分の賃金に当たる。大密議については、以下概ねブルケルト及びミュロナスに従って記述する。 入信者たちは、祭り市長によって地下から呼び出されるこ霊を見る。祭り市長が神の誕生を告げる。女神は、聖なる巫女を、大海になった。威嚇すべき女神が巫女を、大海になった。静寂の中、祭り市長が刈り取られた麦の方を提示する。幕角菌の感染によって変色した小麦、ホメーロス風酸化の、霊明テール酸化第210行に、 デーメーテールがケレオスの館で提供された赤ワインを拒否し、水と大麦、ペニーロイヤルミントから作られたキュケオンを受け入れるという場面がある。ギリシアをはじめとした古代には魔術や宗教上の目的のために美薬などの薬を用いることは比較的よく見られた。ケレーニーはクレタ島でアヘンが生産されていたことは間違いなくデーメーテール女神の信仰は クレタ島からエレウシスに、ケシの栽培をもたらしたかもしれないとして、ケシから採取されるオピオイドが、密着に用いられた可能性を指摘している。また、古代ローマの詩人オウィディウスによると、これがハーデースにさらわれた時に積んでいたのは、ケシの花だったとする。ロバート・ゴードン・ワッソン、テレンス・マッケナ、アルバート・ホフマンら民族金類学の研究者たちは、 エレウシスの秘儀で用いられる飲料、キュケオンにはエンセオジェンもしくは幻覚剤としての効果があり、密儀の信仰の力はこれに由来していると主張している。ワッソンらによれば、キュケオンには、大麦やライ麦などに寄生する菌類である、バッカク菌が含まれており、アルカロイドの一種であるエルゴタミンあるいは LSD の、鮮駆物質となるエルゴメトリンを成分として、含有する。 先行する断食によって準備された入信者たちが、速やかに感化を受けたことは、セットとセッティングの関係で説明される。これにより、キュケオンの抗精神薬作用が深遠な霊的、知的効果をもたらし、刑事的な精神状態へと促進された可能性がある。紀元前415年に、アテナイの貴族アルキビアですが、指定において、キュケオンを友人たちに振る舞い、 エレウシスのヒゲの冒徳行為として非難された。このことは、キュケオンに幻覚剤的な作用があったことを間接的に示す証拠とされている。これに対し、ブルケルとはこれらの主張には確たる証拠が何もなく、爆薬中毒の症状は不快で、透水感をもたらすものではないこと、加えて、薬物摂取のような個人的体験を1000人規模の 集団入信者に当てはめることは、ふさわしくないとして、否定的な見解を明らかにしている。また、ジェーニグロ s a ネ s o n は1994年、エレウシスの秘技は、人間の神経系の深部感覚が、呼吸制御によって、トランス状態を誘発するという仮説を発表している。現代において、バッカクキンが寄生した大麦を用いて、ケオンを調整する試みは、 決定的とはならなかったものの、アレクサンダーシルギンとアンシュルギンは、エルゴメトリンとリゼルグ酸アミドの双方に、LSD に似た効果があることが知られていると述べている。マッケナは、他にも密議に使われたかもしれないものとして、マジックマッシュルームやシビレタケの仲間、あるいはベニテングタケなどの候補を挙げている。キュケオンの精神作用に関する、もう一つの説は、 草吉族やアカシアなど地中海地域に見られる多くの野生植物に含まれるジメチルトリプタミンである。DMT を経口摂取で作用させるためにはモノアミン酸化酵素素外薬と組み合わせなければならないが、マオイはこれも地中海全域で生育しているシリアンルーに含有されている。テサロニケの聖デメトリオスのモザイク兵器が、アギオス・ディミトリオス聖堂。 ドイツの歴史家、ハンスクロフトによると、エレウシスの悲劇は廃れたが、その信仰の要素は、ギリシャの固い中で生き残った。デーメーテールの儀式と宗教的役割は、農民や羊飼いたちによって、部分的に、テサロニケの聖、デメトリオスとして移され、聖、デメトリオスは、徐々に、地方の農業の守護者として、異教の女神の後継者となった。 死と再生を記念する儀式としてのエレウシスの悲儀は、後のキリスト教的悲儀を先取りするものとする指摘もなされている。例えば、ヨハネによる、福音書における、一粒の麦の例えに言う、一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが、死ねば、多くの実を結ぶ。との教えは、自然界のサイクルを背景にした。 エレウシスの秘劇との共通点が見られる。また、マリア像における、麦母のマリアは、キリスト受体の過程で、救いの麦を生育する、聖なる器の暗示として、ガウンに麦母があしらわれており、死母神としてのデーメーテール崇拝が、初期キリスト教に融合された結果、マリアの様相の一つとして息づいている例とされる。論文、ありがとうございます。